さんこんにちは、佐野日奈子です。本日もスペシャルゲストの方にお越しいただきました。最高位選手所属の坂本雅史さんです。お願いします。お願いします。お願いします。なんかめちゃめちゃラフな格好で来ましたね。なんかスーツで来ると思ってました。スーツで行こうかと思ってたんですけど、はい、まあ、こっちの方がいろいろ話しやすいかなと。なんかめっちゃすごい方なんですよ。すごい方なんですけど、すごいラフで来られたからなんか威厳をあまり感じてない感じない。視聴者さんが、あれなんかおじさんいるみたいな。そうですね、ただの中年のあの、全然あるのおさんみたいな感じで思うかもしれないんですけど。そんな悪口言う人いない。前回私あの麻雀動画を、まあ、そのけんさんとかひなたんとかこうちゃんと、はいやって動画も上げさせて、これからちょっと麻雀企画をちょこちょこうん、更新していこうかなっていう。素晴らしい。そうなんですよ、その最中なんですけど、うん、視聴者さんを置いてけぼりしちゃったんですよ。なるほどね、置いてっちゃった、うん、急に頓風戦やっちゃうから。あーなるほどね。試合が始まっちゃって多分分かんない人は何言ってんだろうみたいな、ポンチドンみたいな、うん、あー1万2000点だみたいな感じのってなんぞやっていう方とかのために、まずはなんか初心者講座みたいなのを必要ですね。ですよね。はい、それをちょっとまさしさんにちょっとやりましょう。お力を借りつつやっていきたいという動画です。はい、はい、しっかり教えたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そもそもあのきっかけとかはあったんですか。きっかけなナンパです。えナンパなわけがない。そもそも大先生ナンパなわけではないんですか。あの同じ最高位戦の団体のプロの方 の河野奈々さんとか、あの、うん、春山かな子ちゃんとかが私の麻雀お友達にいて、でも佐々木さんを紹介していただきました。あ、そうなんですね。めちゃめちゃ深夜なんですけど、11時とかに今から麻雀できたりしませんかって連絡した瞬間、ちょうど今帰り道でしたとか優しいんですよ。もうなんか一日のスケジュールめちゃめちゃ詰まってるのに、帰り道に私になんか優しいもう連れて行かれる。佐野さんの印象みたいなのありますか、麻雀の。あのもうそう、信じられないぐらいこう麻雀が好きだなっていうのがもう滲み出てるんですよね。麻雀のその結構そういう高度な話みたいな、例えばこれ切ったからこう切ってみたいな話ってなかなかそのアマチュアの女性の人とできるってないんですけど、なんか普通にその女流プロとかと変わらない目線で麻雀の話ができるっていうところがもう信じられないぐらい好きだなっていうのはすごく伝わってきます。じゃあ逆に澤さんから見た印象はもうおこがましいあれですけど、私ほんとここ最近の一押しの麻雀プロなんですよ。本当になんか結構有名な麻雀プロの方で、なんか最強はなんかこう大井さんだとか、なんかいろいろと本当トッププロの有名な方で何人か挙げられるかもしれないんですけど、ベスト3に挙げます最近私。本当に今年のさ、あの最高位戦48回です。48期の最高位戦のリーグ、はい、A1 リーグのずっと首位だったんですよ本当に。 A1 リーグってもうトップ頂点が集まってるのに、それでずっとトップを継続して今決定戦に行ってるじゃないですか。はい、なんかもう知り合ってからずっと負けてないじゃんみたいなので、Mトナとかも M リーグのトーナメントとかでも、はい、ずっと勝ってるじゃんみたいな。なんとか応援してます。勝ち切りたいなと思います、うん、決定戦の方も、はい、頑張れ。多分まだユーザーの方は1トーン1曲とかそういう試合しか見てないので、そもそも麻雀ってどういうゲームなのみたいな話まだ動画内ではしてないんで、ゲームとしては、まあ、絵柄を揃えるっていうようなね、一つのゲーム、はい、出します。あ、出した、出して分かりやすいですよね。ガシャガシャガラガラ。この麻雀牌なんですけど、種類がたくさんあります。こうやって今パッて開けて絵柄が、いろんな絵柄が出てくるんですけど、主に4種類、まず漢字の範囲ね、これ「マンズ」って言います。こういうのね、こういうのがいわゆる「マンズ」で、次に「す」、あの丸いやつ、これが「ピンズ」で、そして「ソーズ」、棒ですね、棒状の、はい、これが「ソーズ」って言います。数字の牌がその3種類の他に、字牌っていう牌があるんですよね。
漢字で書かれた牌、トンナンシャーペン、白髪チュンって言うんですけど、この牌を使います。これがね、麻雀牌で使う基本的な種類で、数字に関しては1から9まで、うん、と自牌、トンナンシャーペン、白髪チュンという34種類で、これ一つ、これが4枚入っているんです。それぞれ4枚ずつ、そう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 、1が4枚、4枚、そう、うん、で、全部これも4枚っていう、うん、この、なんだ、34×4、はい、136枚を使って やりますと、うん、で、これで何をするかっていうと、一番早く絵柄を完成させた人が上がりっていうゲーム、4人でやって、そう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 、一番早い人の上がりが優先されるってことですね、うん、で、絵柄も3枚で1組なんですよ。例えばね、こう、そう、234みたいな数字、この初行順連続の同じマークの234みたいなので1目っていう感じ、連続した数字じゃなかった、なかったら頭がないね、はい、同じ牌を3つこういう風に数字の連続したのを3つ、はい、つながったやつを揃えるか、同じ牌を3つ揃えるかっていう組み合わせを4つ作ります。1、2、3、4、うん、それと頭っていって同じ牌のコンビ、うん、2枚で、2枚1組のやつ、これが基本的な上がり、これが上がりの状態、うん、例えば4分1ジャントっていう形を揃えると、だいたいみんなこれの1個ない状態とかで、そうしたらこれがいらないんでこう切って、これだとこの棒のようにソーズの5と8、5、6、7になるか、6、7、8になったらメンツになるんで、5でもいいんですよね。そう、5でも OK で、これで一つのブロックができる、ブロックができるっていう形で、5が8が来れば上がりという形になりますという感じです。で、このね、漢字のやつだけトンナンシャという組み合わせにはできないんです。白髪チューンはできるんですか？これもできないんです。できません。これだけちょっと使い勝手が悪いっていうか、はい、同じ牌を3つっていう組み合わせでしか使えないの、うん、だからちょっと使い勝手が悪いっていう性質があります。うん、マーさんの面白いところっていうか、なんですけど、これすごくたくさん何回も何回もするんですけど、全く同じ場面で多分二度と出会わないんです。確かに確かに、うん、確かに、うん。多分ね、出会ったことないな、人生でまだ。絶対多分今までの人生の。捨て牌全部覚えてるみたいな感覚ですよね、うん、めっちゃすごい大変なところとして、これをこの揃える形を4人の中で一番最初に揃えた人しか上がれないっていうのね、うんうん、はい、だから速さも大事、うん、になってくるんだけど、なんだろう、綺麗に揃えられた方が点数が高くなるんですよね。そうですね、簡単に言うといわゆる役ってやつですよね。そう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 、上がるためにこの役っていうものが必要なんですよね、はい、4面ツ1ジャントっていうこの組み合わせを作るんだけど、この組み合わせを作るプラス役っていうのが必ず一つ必要になりますと、うん、つまりこの時だったら、うん、リーチって言ったら役になるみたいなことですか？そうです、リーチっていうの、そう、あと1枚で揃いますよっていう状態で、うん、こうもう手を入れ替えませんっていうのを宣言するための声がリーチっていうんですけど、それをリーチっていうとこれだけで役、リーチっていう一役ができます、うん、そしたらもう、ね、自分で持ってきてもいいし、他人が捨てた牌で上がってもいいし、うん、っていう感じですね。で、これもあのね、あと自牌とか、うん、あの集めるの大変じゃん、これって、うんうん、3枚、同じ牌3枚の時しか使えないんで、
その分これ3枚集めるだけで役になったりもします。うんうん、人からも取れるんですよね。そうです、人からも人から取れる方法の手段を泣きと言いますが、泣くというのは、泣くっていうのは自分だけで揃えるの大変だから、他人のいらない範囲ももらおうかなっていうのが泣きって言いますね。でこの時に一応もらって、うん、人にこうお知らせしますよね。そう、そうそうそう、普通は麻雀ってこうね、これ手牌こう開けた状態で他人に見えない状態なんですけど、これが欲しいってなった場合はこれを見せないといけない、開示しないといけないんです。ポンで、ポン言った。泣きも、その泣くっていう行為もいくつか種類があって、今ポンって発生しましたけど、ポン、チ、カンっていう、のが、まあ、いわゆる泣きです。で、上がりの時は、まあ、ロンとツモっていう2種類あるんですけど、例えば私が今ポンって言った後にいらないのを捨てるじゃないですか、うん、この状態であと1個が欲しいぞっていう時に、うん、サシさんがこうピッて捨てたら、あって、じゃあ僕は切りましたロン、そうですね、はい、他人の切った牌で上がりになる場合はロンって発生します。これが仮に僕が鉄壁の守備を発揮して、鉄壁を切って、まあ、向上しなかった。あ、なんだ、切ってくれないの、おさしさんってなって、私がはいから持ってきたらツモツモっていう、これを自分で持ってきたらツモと発生する、うん、自分で持ってきて上がる場合がツモ、この2種類があります。で、この時に役がないとダメ ダメなんです。さっきおっしゃってた4ブロックになるじゃないですか、これ5と8が来れば、うん、なのに8捨てたって言ってロンって言ってえいって倒したら、これ上がれないんですよね。上がれないんですよ。だからこういう時はもうリーチって言ってないとダメなんですね。リーチという役で人から上がることができる。で、何も泣いてないその状態で持ってきたらツモという役がつくんで、これは面前ツモという役で、そう、そう、これ難しいんですよね。これもね、ツモって言ってきたら、うん、上がりじゃんって言って、例えばじゃあまさしさんが9万出してくれて、うん、ポンってやるじゃないですか。でまさしさんがまたパンソン捨ててくれると、うん、ノンってやるとダメなんね、あなたそれ役なーにって言われちゃうんですよね、うん、これ積もってもそう、そうだね、そう、これが持ってきて積も、積もは役じゃないんですか、うん、これがね、麻雀のちょっと難しくさせちゃってるところで、積も、うん、っていう役と積もっていう発生はまたちょっと別なんですよね、うん、そうなんです。これがね、ちょっとそうなんです、視聴者の方もちょっとこんな、だから1って言ってほしいですよね、なんかこう、ツモ、面前ツモって言ってほしいですよね。そうだ、そうですよね、うん、面前っていうのはこの14枚をあのこう誰にも見せてない状態が面前、そうね、他人の力を使わずに、そうです、そうですね、うん、他人の捨て牌を使わずに自分のこの持ってきた牌だけで上がりを構成できたらツモっていう意味が、うん、泣いてないよつもっていうのが役なんですよね、うん、でも泣いちゃったよっていうのは面前がなくなるからただの発声のつもになるっていう、この違いがちょっと混乱させますよ ね、 そうですね、初心者の役を覚えてないとこうポンチするのは危険だよって初心者の子たちは、そうだね、最初はそこを一つのハードルになっちゃうかもしれないですね、うん、特に私の今の麻雀、あのマネージャーさんは、はい、役がないですって、なるほど上がれなかったですっていう、なんかやっぱ質問があったので、これ理解するのって何が一番いいんですかね。役をもう覚えるのがまあ一番いいんだけど、これね、全部覚えるの大変だから、もうね、主力だけでいいと思います。覚える最初は普通に戦えるようになるためには、まあとりあえずリーチと役牌と役牌タイヤをと
パン屋を本一本一ですね。この4つさえ あれば大体大丈夫です。まずリーチっていうのは自分のツモだけであと1枚くれば上がりっていう状態になる、はい、そしたらリーチって言えばもう役がつくんで、もうこれは簡単、うんうん、一番、うん、次単野を、これが結構ね主力に、結構これも主力になるかなと思います。この自牌とか端っこを使わない、この牌、この牌だけで4面ついちジャントの形を作る、要は真ん中ら辺の牌だけで構成する、はじかれた牌、そう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 これはポンとかチーとかしても OK で、基本的には、うん、はい、例えばねこういう形だったとしてこう切りました、チーでいってなんか泣いて、よいしょよいしょ、泣いてえいで切って、これでもう上がれます。ファーストとか出たりしたらドンって言って、タンヤオっていう役が1と9とこのトンナシャペ白髪順が使われてなくて、なぎ、うん、て上がってる、うん、っていうのが大きいですね、はい、タンヤオです。タンヤオ、これ覚えとけばもう大体戦えますね。うん、大体戦えるそうは、うんうん、ポンチできますもんね、タンヤオは。そうなの、絶対役なんで、これは、うん、なんて言ったって使いやすい範囲。あ、そう、これねこう揃えていくんだけど、こっからこっちには繋がってないの、だから8、9、1みたいなのは使えないの、うん、9の次はないから、うん、そうそうそう、だからこれにさ、この端っこにくっつく範囲ってこれとこれしかない、うん、で、真ん中の辺の範囲っていうのはこれもこれもこれもくっつくから、4種類あるのね、その範囲自身が。だからで、しかも3から7に関してはさ、もう2つ隣までくっつくから、それから5種類あるみたいな感じで、こう真ん中の牌って揃えやすい、ね、うん、数字を、うんうんうん、だから便利で上がりやすいっていう役の単位。単位、単位って泣いても点数1000点だし、うん、泣かなくても1000点だしみたいな感じですよ、ね、うん、いい判、そうですね、そう、いい判、基本的に泣いちゃうと点数って下がるんですよね、本来は。そうね、下がりやすいね、うん、なのに単陽ってあんまり下がることがないっていうか、泣いてもいい判だし、うんうん、面前でやってもいい判じゃないですか。そうね、なかなか、うん、一番オーソドックスに役作りしやすいのが単陽なんじゃないかなっていうので、うんうん、タイヤを覚えましたか？タイヤをピンフは。あ、ピンフ覚えてるのすごい。ピンフはね、私途中までこれピンフじゃないよってよく言われてました。あの麻雀の基本って言われてるんで、ですけど、ピンフっていうのはこの数字のこの順番昇降順だけの組み合わせを階段式なんですよね。4つ作ってこういう頭が一組、うん、で、町が必ず2つ以上あるという、いわゆる両面っていう単元法なんですけど、4と7どっちでも OK っていう、これ3個ずつのトリオがあると、うん、ピンフには絶対にならないのと、うん、最後の待ち方がこういう間の8待ちとか、そうですね、あ、それダメなんですか、穴でもっていうのは罠待ちが、ね、1個しかないのはダメなんです。そう、待ちがなんかこういう頭、あの、あんこ待ちしてたりとか、うん、あと、そう、1、2、ペン、ペンちゃんもダメですよね、うん、一人勉強されてます。頭が、実はね、役になっちゃう、役牌っていう、この白髪チューンとか、トンバだったらトンとか、なんかね、いろいろちょっと細かい制約があるんで、ピンフは、まあ、麻雀のなんか揃え方としては基本なんだけど、役として覚えるにはちょっと、ね、ハードルが高いんで、で最初の段階ではあんまり教えないですね、僕は、はい、例えば西、これでトンバでゲームスタート、トンチャだった時の、そう、ね、シャ、これはポンしても楽にならないじゃないですか、うんうん、シャーちゃんの人だったらこれはポンしたら役になる役牌だけど、
込んだから役にならないから、これで両面待ちですよ。はい、これはピンフですか、ピンフじゃないですか、どっちでしょう。わかんない頭がもうこんなの。そう、これがピンフになる。そう、これは3つ揃えても役にならないから、この頭で両面待つとピンフです。そう、でもこれがシャーチャの場合は、はい、これが薬杯扱いになっちゃうから役にならないっていう、ちょっとね、こう最初初心者の方が入るにはちょっと難しい。だからやっぱブブーです。ブブブーピンフはしてますって言ってて、全然理解してないピンフ。そう、だからこれは絶対この2個待ちができた瞬間にも絶対リーチ打った方が役あるよって言われます。絶対に最初にこうやって連番になってたとしても、単野を目指すためにこの端っこ結構切っちゃっていいですよね。もうそうね、まずそう単野を覚えれば結構上がれるようになると思うんで、うん、まずは単野を覚えた方がいいかな。開いた時にもう9とか1とかあった瞬間も、うん、えいって捨てちゃえば、うん、大体単野になりますね。そうで、単野にならない場合で1みたいな感じでいいかな、最初はっていう気がします。これで遊べます。はい、どうでした、初ゲストの感想というか。まだトーク1本しかやってないですね。難しいっすね。話はなんかしかもこれ2差しになっちゃってるのがすごい、あえてですよ、気になっちゃって役あるやんみたいなツッコミとかが来るんじゃないか。あるやんってなりますよ。ちょっと難しい話はおいおい、ちょっとね、視聴者の皆さんも置いていってしまうので、まずはそのタイヤを覚える。タイヤを覚えると、でもなんかまさしさん本当真面目すぎるから、なんか教育番組みたいになりますか。NHK がしちゃってる。でもこんなね、麻雀の基礎を教えてもらいましたけど、まだまだ次はちょっと難易度が上がるのをやっていこうかなと、はい、やっていきましょう。はい、ということで次も見てください。はい。